次はですね、またね、ファンファンさん、もう何年出てもってます？もう4年ぐらいになりますかね。続けてね、はい、なんかもう8年のうちの半分は出てもらってますね。なんかこれから忙しくなりそうで、はい、今日もじゃあ5月で5月、6月、7月が5、6、7と出ていただけないから、まあ、8月以降また、はい、忙しいことですいません、はい、天候もいいの、顔ともいいの、ファンファン。いやいやいや、4年も続けていただいたら、雨の日も風の日も、まあ、おかげさんで、なんか雪の日ってなかったですね。はい、なんか失礼します、このファンファンさんは京都でライブハウスしてはりますので、ここ終わり次第とっとと帰られますので、よろしくお願いします。平成最後の、はいはい、出演でよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。漫画と形で送っていきます。しばらくの間お付き合いの方で、ね、よろしくお願いしたいと思います。はい、平成最後のね、天候にラブということで、こんな暖かいね、穏やかな日になりまして、ね、すごいお天候に恵まれて、2番目の番組でございます。今日はね、愛シリーズで愛の始まる曲からね、始めたいと思います。1曲目は、美空ひばりさんで愛さんさんです。
ことかな、嬉し涙を流したりして人は可愛い可愛いものですね、ああ過去たちは優しくまつげ太郎さんの後でどういう風にやったらええんかなと思ったけど、もうどうしても在宅会に一緒にねやりたいと思います。1曲目はね、愛さんさんでした。2曲目の愛はね、今度は越井風紀さんで愛の参加を届けたいと思います。あなたの燃える手で捨てるものなら何にもいらない、何にもいらない、あなたと二人生きてゆくのよ、あたしの願いはただそれだけよ、あなたと
連ドラで夏空っていうやつをね今やってありまして、何回か前に夏ちゃんがね、家族でやるときにこの歌が流れまして、あ、これやってもいいねんなと思ってね、いい歌なんでねやりたいなと思って、ちょっと歌ってみたいと思います。私の青空マイブルーヘブンです。When we welcome and every night I heard you my blue heaven I turn to the light a little white light will lead you to my blue heaven.英語の曲を歌いたいんですけども、次の曲はこれは越井由吹さんも歌ってはるんですけども、英語で歌いたいと思います。ラストダンスは私にという曲ね、はい、やってみたいと思います。Smile and smile for the love and the happiness of life.
も楽しそう。1曲目はですね、ユーミンさんで、これもあの映画音楽に使われた曲ですね、何やったっけ、魔女の宅急便、はい、で、それが使われた曲です。優しさに包まれた、thank you。
頃はね、私の好きなあの昭和の歌謡曲の中で一番好きな曲かもしれませんね。あの一世を風靡し張りました、渡辺真知子さんのカモメが飛んだ日です。お別れしたいと思います。ありがとうございました。